やべえな、来月に模試があるのだ。 It is big news。 お前は日本語で会話しろ。確かに次の模試でこの学校の実力が問われると言っても過言ではないわ。まさにその通りなのだ。確かにこれはシャレにならないのだ。特に今年の東高校は精鋭が多いと聞くのだ。そんな不安そうな顔をしてどうした？実は模試があって、それで我々の学校は一応進学校ですから、他の学校には負けられないのだ。それはできない。なんでなのだ？この程度もわからないとは、やはりこの程度でしかないっていうことだ。ちょっと何言ってんのかわからないです。ふざけるのもいい加減にしろよ。俺は東高校の1年、剣崎でそうだ。俺が何を言いたいかわからないのか？いや、わかる。とてもこいつめんどくさいな。まあ、お前にはわからなくて当然か。俺は、本来なら、今頃はお前と同じ学校の同級生だったんだよ。え、どういうことなのだ？俺は中学校の頃はそのために、毎日努力を惜しまなかった。だが、この世というものは本当に、なすがままなるものだよな。いい意味でも、悪い意味でも。やっぱり言ってることがわかるのだ。いつでもどこでも、災害というのは突然やってくるのだ。そしてそれが起こるのは一瞬。原因もピンとこないものが多いけど、それが自分の人生を完璧に壊してしまうことがあるのだ。お前やっぱり話がわかるじゃん。まあ、苦労せず生きてる人なんていないのだ。そういう時はお互いに怒りをぶつけ合うのもいいと思うのだ。マジで？いいのだ。あまり気を使って遠慮するのは体にも良くないことが知られているのだ。じゃあ行くぞ。先生の皆さん、こんにちは。東高校の剣崎メスオです。これ誰に言ってんのだ？今回は皆さんに言いたいことがあります。来月の模試、一言で言えば勝負しましょう。うん。今正直みんな甘ったれてると思うんだよね。マジで恋愛してる場合じゃないよ。確かに彼の言っていることはわからなくもないけど、あれはもう教育委員会で有名になるレベルなのだ。みんなは彼氏や彼女ができなくても、それは決して恥じるべきことではないのだ。むしろ僕は恋人がいないのに世の中を対等に渡っている人々を尊敬しているのだ。